ジョッえー、今日はですね、まあ、前回、まあ、月曜日の動画でですね、まあ、あの楽天対ロッテ戦の、えー、シートの張り方っていうところでですね、えーまあ、問題提起をしましてですねちょっとですね勢い余ってですね、まあ、言い過ぎたっていうところもあってですね謝罪させて、えー、いただいたその言い過ぎの ことを特に謝罪させていただいたっていうところですけどもですねあのまま幕引きっていうわけにもいけませんしちょっと事とを荒げてしまった身としてはですね、えー、それをしっかり取材してしっかり調べてどういうふうなことが行われているのかっていうところですね今回ですね里崎の人脈をフル稼働してですね調査取材してきました。 ということで,ですね、まあ、あの当事者というかね、その現場にはいなかったんでその現場で何が行われてたっていうのは、まあ、正直わからないことが、えー、ありますし、まあ、言えないこともあるでしょうし元 NPB でですね、えー、審判をやられた方にですね、経験上のもとでのです、ね、取材をしてきましてですね 確認したところですね、まあ、経験上その方がまあ今までそういうね雨が降ったとかシートかぶせるとかっていうところの経験上、えー、の中での話をするとですねまずあの、えっと、あれは水曜日かなあの、まあ、初回楽天が4点取って、まあ、シートを張ってっていうところのあの時の全面シートは、まあ、経験上、まあ、まだ試合が始まって、えー、すぐだってそのグラウンドが、まあ、基本的には大きく荒れてないと。 で大きく荒れてないだからそのもし雨が止んだ時に、まあ、その後の整備もそこまで時間がかから,なかからず、まあ、1時間程度で、まあ、試合再開できるんじゃないのかっていうあの、まあ、検討のもと全面シートを貼った可能性がありますと。で土曜日の試合の7回のあの場面ですけどもちょっとあの言い間違ったら困るんでちょっと読みながら言いますけど。えー まああいう状況になって、まあ、基本的には審判の方が決断していくんですけどもやっぱりグランドキーパーの方とまあ相談しながら、まあ、いろんなことをまあ決めていくみたいなんですよね。でまああのまあ、最初に言っておきまますと試合始まる前は 主催者の判断で中止、えー、続行グラウンド整備などを行いプレーボール後はまあ審判の方がまあ主導して行っていくっていうところは、まあ、ここまでは分かってたんですけど、まあ、ここからの話ですね、まあ、あの時の状況を考えると、まあ、経験上、えー、同じような状況でまあ行われてたことをまあ言うとです、ねまあ、審判の方はですね 球場全面シートがある球場ではですねま全、あ、面シートを張った方がいいのではないですかっていうところを数回にわたってグランドキーパーの方たちにまあ相談話しに行くらしいんですよねでまあ、その中でまあ、グランドキーパーの方に相談に行ってまあ,あの全面シートを張ればグランドコンディションが悪くなる可能性があるとでま全、あ、面シートを張るためにはまあ大人数いますしその グランドコンディションが悪い中、大人数でさらにグランドコンディションを悪くしてしまう可能性があると。確かに、まあ、雨からは守れると。うん、でも、グランドコンディションが、えー、自分たちの足で悪くなる可能性があると。でそうなった時に、その後雨がやんだとしても、えー、グランド整備に数時間要する、えー、可能性が出てくるとで。そうなってくると、試合続行が、まあ、なかなか厳しくなると、まあ。そういったことを考えると、もうあのまま、まあ、マウンドと。 ホームベース上だけのシートを引いて全、まあ、面シートを貼らないでもうあとは運を天に任すともう雨が仮にもう降り続けばもうこれ以上は続行不可能と、えー、雨がやめばまあなんとかグランド整備をするとだからもう雨の強さ弱さでもう全面シートを貼るよりはそのまま放置であとはまあ天運をね天に任せるっていう、まあ、状況に な、えー、なったたののではいいかというね経験上の、えー、話をししてましただからまあその土曜日の試合も、まあ、そういう審判団の方々とあとグランドキーパーの方々とで、まあ、相談しながら判断で全、まあ、面シートを張らない方がっていうかまあ張っても、まあ、さらにグランドコンディションを悪化させる、ね、自分たちがその ね、数人かけてグラウンドの上を歩き回ってですね全面シートを張るわけですからでそれに、まあ、万が一雨がやんだとしてもそこからそのグラウンドを試合続行可能にする整備に、まあ、数時間要する可能性があると、えー、それだったらまあその数時間を待てないとっていうところで、まあ、もうあとは天に任せて、まあ、降り続ければ終了と。 でそういういところで、まああのまあ、30分はね待つっていうところがあるんで、まあ、30分待った時点でまあもう雨も降り続いたし、まあ、シートも張ってないしでグランドコンディションは悪化をたどるし、まあ、これ以上続行不可能というところで、まあ、コールドゲームになったっていうところが想像できる、えー、経験上の行った話し合いではないか行動ではないかっていうところをその元審判の方に聞いてです、ねまあ、当事者じゃないんでねわからないですけど、まあ、そういう、まあ、話でした。 取材をもとにです、ねまあ、事実が分かったというところですね、まあ、最初にですね、えー、まあ事実関係も分からずにですね、えー、思い込みでですね、楽天球団の皆様にはですね、えー、多大なるご迷惑をおかけしまして大変申し訳ありませんでした。まあ、あのこれが、まあ、こういうふうなことがね、行われる中でのグランド整備シート張り、えー、っていうところの、ねまあ、事実を元審判団の方に教えていただいてこれをです、ね、多くの、えー プロ野球ファンの皆様とかにです、ね、伝えることができたことをですね、まあ、自分の責任としてしっかり取材した上えで、まあ、事実に基づいてこの場で報告できたというところをですね、自分の責任として全うしていきたいと思います。 あまり先走りしないで,ですね、しっかり行動、まあ、取材しながらですね、勢いに任せて感情に任せて発言するのではなくですね、しっかりとした根拠に基づいてですね、自分の意見を尊重しながらんな取材をしながらですね、この「さざきチャンネル」を運営していきたいと思いますので,ですね、まあ、この度は本当にあのご迷惑をかけた皆さん、本当にどうもすいませんでしたそしてこの取材に対してご協力いただいて皆さん、本当にありがとうございました。以上が が取材して分かったことでございます、えー。本日は以上です。ありがとうございました。